日本の F3 戦闘機開発に新しい動きがあったようです。ロンドン日本部を設立することで調整しているということです。今回はロンドン本部設立によって加速する次期戦闘機開発について見ていきましょう。産油国サウジアラビアが参加を猛烈にアピールしている中、スウェーデンが参加という情報もあるようですよ。F35 戦闘機の開発のようになってきているように感じますが、果たして戦闘機の開発に意味があるのか、今後が見えてきません。新進 X2 戦闘機で、ドローンを AI 操作する方がいいのではという気がするので、新進の量産化を検討する時ではないかという意見もあるようです。日本が、イギリスとイタリアとの3カ国で、次世代戦闘機の開発を進めると公表したのは、2022年12月初旬でした。その後2023年9月末までで、およそ10ヶ月経過しようとしています。もともと、イギリスとイタリア、スウェーデンを加えた3カ国で、テンペスト計画と呼んでいた次世代戦闘機開発計画を推進していた経緯がありました。実は、日本のそちらへの参画を促していた経緯もあったのです。しかし、前述のような状況が報じられていた当時、日本の次世代戦闘機開発の本命は、従来通り、アメリカと同国企業との共同開発と考えられていましたから、テンペスト計画へ日本が合流するということは、あくまでも、一つの可能性という見方が大半でした。実際、次世代戦闘機開発は、日本が主導権を発揮していっていくと唱えられていたものの、純然たる国産化で実現できない現実を見据えて、アメリカのロッキード・マーチン社を技術支援先企業とする方向が有力視されていたのです。日本の次世代戦闘機は、F2 戦闘機の後継機と位置づけられていて、これは、空自が運用している日米共同開発によって生み出された機体です。これは、2035年に退役開始が予定されているので、それまでの配備がマスト条件となっていました。アメリカ側は、日本の希望する次世代戦闘機配備期間を考慮し、ロッキード・マーチン社が手掛けた F22 ラプターと F35 ライトニング2という2機の第5世代戦闘機の折衷案を提示したと言われています。しかし、どちらにしても、アメリカ側の提案は、現行の第5世代戦闘機の延長線上にあるわけですから、日本側は難色を示しました。可能ならば、アメリカが開発中のいわゆる第6世代戦闘機 NGAD、ニュージェネレーションエアドミナンスの機能を求めていたのです。航空自衛隊で運用中の F2 戦闘機はおよそ90機で、その代替機となる次世代戦闘機の収益の時期は、前述の通り、2035年を目標としていたのですが、この時期は、アメリカの NGAD とは、大きな隔たりがありました。アメリカの NGAD は、テスト飛行をすでに終えていると、当時の空軍次官補がコメントしたこともありましたが、現状での実戦配備は、早くても2040年代ではないかと推測されています。日本の予定より遅いですね。そのため、アメリカ側としては、F2 戦闘機を同数で代替すると仮定した場合、およそ90機程度の生産数しかない日本の次世代戦闘機開発に NGAD を関与させるメリットは薄いと判断したと思われます。そもそもアメリカから見た場合、日本の次世代戦闘機の使用は現行の第5世代戦闘機のアップデートで対応可能な範囲に止まり、 NGAD が目指している第6世代戦闘機とは噛み合わない部分があったとも言われているのです。いずれにしても、日本とアメリカは、日本が必要な次世代戦闘機の使用、要件、性能について、従来のような共同開発に、互いにメリットが見出せないことが明白となったため、日本は、別の選択肢を余儀なくされたというわけです。そこで浮上したのが、イギリスと傘下の BAE システムズ社で進められてきた、テンペスト計画への合流でした。イギリスも、現行の空軍の主力戦闘機ユーロファイタータイフーンの代替機を2035年から実戦配備する計画だったのです。次世代戦闘機の収益時期が2035年というこうした一致が日本とイギリスとを急速に結びつけるポイントとなったことは容易に想像できますね。
つまり、スケジュールを中心とした共通点から、相互にメリットが生じた結果なのでしょう。また、日本とイギリスとは、立地においても、共通点が少なからずあります。両国とも、島国で、四方を海に囲まれているので、次世代戦闘機は、仮想敵国の艦艇の接近阻止を目的とし、対艦兵装の充実を図りたいという点も一致していました。ただし、現状の航空戦力を見た場合、日本とイギリスでは、少し事情が異なっています。日本は、いわゆる第5世代機の F35 ライトニング 2A 型を、現時点で105機程度調達し、主力として運用する方向に動いています。対して、イギリスは、F35 ライトニング2の A 型の調達はせず、あくまでも、現行の主力戦闘機は第4世代機のユーロファイタータイフーンなので、戦闘機の近代化を進める必要度は日本よりも高いと思われるのです。ユーロファイタータイフーン派、イギリス、ドイツ、イタリア、スペインのヨーロッパの4カ国が共同開発した機体ですが、イギリスは160機、イタリアも96機を調達していて、空軍の主力戦闘機になっています。ちなみに、イギリスは、F35 ライトニングには、クイーン・エリザベス級航空母艦の艦載機として、B 型のみを、予算上48機調達している最中で、日本のように、A 型の調達はしていません。イタリアの場合、空軍が、A 型を60機、B 型を15機、海軍は、B 型を15機調達する計画ですが、予算が許せ、バビー型の調達数を、空軍40機、海軍62機まで引き上げる可能性もあるそうですから、そうなったら、日本以上の保有数になる可能性が出てきます。このように俯瞰してみると、国の経済的規模を考えると、失礼ながら、イタリアは、ユーロファイタータイフーン、F35 ライトニングにともに、割と多くの数を調達、配備しようと考えているように感じられます。逆に、イギリスは、いわゆる第5世代戦闘機として、F35 ライトニング 2A 型を調達する予定がないので、今後の航空戦力強化を考慮すると、日本とイタリアとの GCAP での有人機開発に重点を置いていることは間違いないと思われます。テンペスト計画発足時点では、イギリスとイタリアに加えてスウェーデンも加わっていましたが、スウェーデンは、この計画で生み出される戦闘機を調達することまでは決めてはいなくて、開発を通して得られる技術習得を最大目標にしていたと見られています。しかし、スウェーデンは、2022年2月に正式したロシア・ウクライナ戦争の余波で、NATO への加盟を申請する状況に追い込まれました。トルコの反対で遅延はしましたが、加盟の合意は大筋で得ていますから、間もなく実現する模様です。この動きと並行して、スウェーデンが GCAP にも正式に参画する可能性が示唆されていますが、今のところ目立った動きは報じられてはいません。2023年8月には、新しい動きがあったようです。中東のサウジアラビアが GCAP に参画を希望していると報道されたのです。これには、日本が難色を示していると見られているようです。イギリスとイタリアは、日本とは異なり、莫大な資金力を持つサウジアラビアの参画を前向きに捉えているという情報もありましたが、イタリア側で GCAP の主管企業であるレオナルド社は、こうした見方を否定しているそうです。このため、現時点では GCAP へのサウジアラビアの参画も不透明です。試験ですが、オイルダラーを背景にする金持ち国には、完成品を購入してもらう程度の関与に止めてもらいたいと感じます。サウジアラビアは中東の大国ですから、影響力も大きいですからね。
オーストラリアは中国に対する方針を大きく転換し、原子力潜水艦の導入から新たにフリゲート艦へと焦点を移しています。この中で日本のもが身型護衛艦が候補として急浮上しているとの情報がキャッチしました。今回は高い建造能力を誇る日本のもが身型の導入について詳しく掘り下げます。ちなみにオーストラリアが以前フランスと契約していた場合、日本の総流型潜水艦を選んでいたかもしれませんが、その計画は変更されました。2021年9月にオーストラリア、A、イギリス、UK、アメリカ、US という3カ国による新たな軍事同盟の締結は電撃的に発表され、それぞれの国の頭文字を入れたその軍事同盟の名称はオーカスとなることが明かされた。それまでもオーストラリアにとってはイギリスはかつての宗主国であり、アメリカは広い意味で太平洋において軍事的な連携を続けてきた歴史はあるが、再びアングロサクソン系国家の協力関係の強化が鮮明となった。これまで第二次世界大戦後のオーストラリアといえば近隣の国家として多少なりとも軍事的な緊張関係にあったことがあるのはインドネシアに対するものくらいで、深刻な脅威とまでの認識は薄かったと思える。そもそも国家としてのオーストラリアの歴史を見た場合、実際に艦下を交えた敵国といえば太平洋戦争時の非凡くらいのもので、その南半球に位置する国家としての地理的な環境から、以後は強力な外敵の存在は意識していなかったとすら言えよう。2024年現在のオーストラリアは、2022年5月に実施された同国下院の総選挙で現職であったモリソン政権の与党保守連合をアルバニージー氏の労働党が破って政権を奪取、政治的には大きな変革を迎えた。それでも前モリソン政権が敷いたオーカス等の新たな軍事的な施策は継続され、主として南シナ海で覇権の拡大行為を止めない中国に対し、これまでにない軍事面での危機感を募らせていることには変わりがない。前モリソン政権が敷いたオーカスという新たな軍事同盟の最大のポイントは、これまでコリンズ級という6隻の通常動力型の攻撃型潜水艦しか保有していなかったオーストラリアにとって、攻撃型の原子力潜水艦の導入という点だった。オーストラリアは、フランスと契約の上で進めていた新規で、通常動力型潜水艦のアタック級潜水艦6隻を調達するという契約を破棄し、オーカスの締結を機に、一気に攻撃型の原子力潜水艦の導入へと、それまでの方針を180度転換させた。まず、オーストラリアは、北部の港湾施設の整備を進め、そこに、アメリカ海軍やイギリス海軍の攻撃型の原子力潜水艦を寄港させることから始め、次に、アメリカから最小で3隻、最大で、5隻のバージニア級攻撃型原子力潜水艦を調達するとしている。そして、最終的には、イギリス海軍が自国で運用中のアスチュート級攻撃型原子力潜水艦の代替艦とするものをオーカス級とし、これをオーストラリア国内でも建造まで行う方式で調達するという道筋を表明している。オーカス級については、今からの設計、建造となるため、その兵装等の仕様は不明ではあるが、少なくとも、バージニア級は 533mm 魚雷発射艦4門に加え、12セルのトマホーク巡航ミサイルの専用の VLS 垂直発射艦を装備している。このトマホーク巡航ミサイルの搭載によって、オーストラリア海軍は、南シナ海に、このバージニア級を送り込めば、強力な対地攻撃能力を発揮させることが可能となり、南シナ海を手中に収めんとする中国海軍への大きな抑止力となるだろう。こうした攻撃型原子力潜水艦の調達という、大きな方針変換を遂げたオーストラリアだが、現職のアルバニージー政権は、さらなる自国海軍戦力に関する整備計画を、この2024年2月に明かし、その内容が、世界で注目を集めている。そこで言及されたオーストラリア海軍の戦力に関する整備計画には、
大型の無人艦艇、ケースに応じて、有人対応も可能な形式と、汎用的なフリゲート艦の調達を、大きな柱として挙げており、特に、後者が日本にも関係している。というのもここで言及された汎用的なフリゲート艦の調達内容について、ドイツのブローム・ウント・フォス社製の MEKO A200 型、スペインのナバンティア社製の ALFA-3000、日本の三菱重工業社製のモガミ型、韓国の大宇造船海洋社製の耐久級が候補に挙げられたためだ。オーストラリアでは、現アルバニージー政権が、昨年2023年4月に、自国の防衛戦略を改めて確認した結果、昨今最大の仮想敵国となった中国軍を念頭に、その長距離打撃兵器の配備数の著しい増加が最大の脅威だと認識するに至っている。最大の仮想敵国となった中国軍の長距離打撃兵器の増加によって、これまでオーストラリアが享受できていた地理的な距離の優位性が低下したと見ており、敵は直接的な自国への上陸を行わずとも、軍事的な強制力を発揮し得ると判断しているようだ。こうした自国の防衛戦略を改めて確認した結果を反映し、オーストラリアでは今後削減するべき戦力と、逆に強化する戦力とを明確にし、保有、運用する軍事力をそれに照らした形に適合させるべく、再編なりを進める方針である。具体的には、削減すべき戦力の例として、陸軍で進められていた次期歩兵戦闘車の調達数の下方修正、新設する予定であった砲兵連隊の取り消し等が決められ、まさに、敵の直接的な自国への上陸を対象とした分野が対象に挙げられている。逆に、M142 高機動ロケット砲システム、通称、ハイマースなどを含む、海上の敵艦艇を攻撃することが可能な長距離打撃兵器の早期の調達や、その数量の増加、また、F35 ライトニング 2A 型や F/A-18 スーパーホーネット等の戦闘機への長距離ミサイル、JSM の統合を打ち出している。こうした強化する戦力の中に、前述した大型の無人艦艇、ケースに応じて、有人対応も可能な形式と、汎用的なフリゲート艦は含まれており、前者を6隻、後者を11隻調達するという、具体的な数値も示唆されている。このうちの大型の無人艦艇、ケースに応じて、有人対応も可能な形式については、具体的な兵装として、32セル分の VLS 垂直発射艦を完備するものとなっており、アメリカ海軍が、開発中の同様との艦艇を想定していると見されている。そして、汎用的なフリゲート艦には、これも前述したように、ドイツの MEKO-A200 型、スペインの ALFA-3000、日本の野茂神型、韓国の耐久級が、具体的な検討対象として表記されているため、日本でも非常に注目を集めている形だ。ドイツの MEKO-A200 型は南アフリカ共和国海軍もバラー級として採用されている艦艇で、同艦は満載排水量3590トン、全長 121.0 メートル、全幅 16.34 メートルの艦隊にコダグワールプ方式の機関部を搭載、最大速度28ノットを誇り、主兵装には32セルの VLS を備える。スペインの ALFA-3000 は、サウジアラビア海軍でもアルリヤド級として採用されている艦艇で、同艦は満載排水量4650トン、全長 133.0 メートル、全幅 17.0 メートルの艦隊に、CODAD 方式の機関部を搭載、最大速度25ノットを誇り、主兵装には16セルの VLS を備える。日本のモガミ型護衛艦は、現時点での海上自衛隊の最新の水上戦闘艦であり、同艦は、満載排水量5500トン、全長 133.0 メートル、全幅 16.3 メートルの艦隊に、コダグ方式の機関部を搭載、最大速度30ノットを誇り、主兵装には、16セルの VLS を備える。韓国の耐久級は、韓国海軍では、2018年から収益を始めた新鋭艦であり、同艦は満載排水量3592トン、全長 122.0 メートル、全幅 14.0 メートルの艦隊に、コッドログ方式の機関部を搭載、
最大速度30ノットを誇り、主兵装には16セルの VLS を備える。ここに列挙した仕様だけを比較すれば、日本のもが、2型護衛艦が最も大型ではあるが、兵装面では、VLS、垂直発射艦は16セルと控えめであるため、長距離打撃兵器の数を増加させることを表明しているオーストラリアにとっては、同32セルに増強されると言われる時期 FFM の方が向いている可能性もありそうだ。世界の国々の中で、潜水艦を戦力として採用、配備している国は、2024年時点でも40カ国ほどではないかと考えられているが、全体で、200を優に超える国が存在する状況を思えば、ごく限られた国が運用する兵器とも言える。地理的に自国が位置する環境が内陸という国々もあるため、すべての国々が、すべからく、潜水艦の取得と運用を志向しているわけではないとはいえ、かなり特殊で贅沢な装備品だと言っても過言ではないだろう。そうした中で、日本は、四方を、領海と排他的経済水域に囲まれた島国という、地理的な環境下にあり、海外の国々との交易の大半も、この海上交通路を通じて行っているため、その防衛の中心に潜水艦隊を据えている。日本の海上自衛隊は、2024年現在は、22隻体制の潜水艦隊を有しており、これは、かつての防衛計画の対抗、現在の国家防衛戦略に定められた体制であり、この枠外にも、2隻の練習用潜水艦を置くなど、実質的には、さらに厚い戦力を有している。日本は、1945年8月の太平洋戦争の敗戦の後、アメリカを中心とする連合国から、潜水艦の保有を禁じられていた時期もあったが、旧ソ連陣営とアメリカ陣営との間で、冷戦構造が激化したことで、再度保有が解禁された経緯を持つ。そこで、日本は、北の宗谷海峡、津軽海峡、南西の対馬海峡を通過して、太平洋へと進出を企てる旧ソ連の潜水艦の行動を阻止するため、その監視任務を行う潜水艦の配備を、アメリカの要請もあって再開したと言ってよいだろう。当初こそ、アメリカが、第二次世界大戦中に建造した、ガトー級潜水艦の譲渡を受けて、潜水艦隊を復活させた日本の海上自衛隊だったが、1965年に就役させた方針から国産化を再開。ここから、今まで、建造技術の継承を続けている。この方針は、三菱重工業者の神戸造船所が建造を行った潜水艦で一隻のみに止まったが、続く1966年から就役を果たした、朝日、岡田和洋石が建造され、半数の2隻は、川崎重工業者の神戸工場が、その建造を受け負った。以後、この三菱重工業者の神戸造船所と川崎重工業者の神戸工場は、現在の最新鋭の太平型に至るまで、日本の海上自衛隊の潜水艦の建造を交互に行い、その建造技術やノウハウの蓄積を積み重ねている状態である。近年は、海上自衛隊の潜水艦は、毎年一隻ずつを、交互に、三菱重工業者の神戸造船所と川崎重工業者の神戸工場が建造することが常となっており、22隻体制となったことで、その使用年数も22年プラスアルファという期間となることが見込まれている。2024年現在、海上自衛隊の潜水艦の中で、最新鋭艦である太平型は、基準排水量で3000トン、満載排水量で推定4300トン、全長 84.0 メートル、全幅 9.1 メートルの船体を持つが、これは、通常動力型の攻撃型潜水艦としては、世界でも最大規模である。太平型の通常動力型の攻撃型潜水艦としての機関は、ディーゼル機関、リチウムイオン蓄電池とモーターで構成されており、リチウムイオン蓄電池の性能によって、従来よりも、潜航時間や作戦行動半径が大幅に向上したとされている。この太平型の場合、現在の海上自衛隊の最新鋭の潜水艦ということで、最大出力や水中の航行速度等のデータは開示されていないが、同様な機関構成を備える前級の、そう、
旧型の後期2隻の使用を見ることである程度の推察は可能だ。そう、旧型の後期型2隻は、水中での能力値として、最大出力5600馬力、最大速度18ノットという値が公開されているため、タイゲイ型では、これに、若干のプラスが行われているものと見る向きが大勢を占めている。こうした機関構成に加えて、タイゲイ型は、通常動力型の攻撃型潜水艦として、兵装には、艦首部に、6533mm 魚雷発射管を備えており、ここから、対艦戦闘用の18式超魚雷やハープーンブロック2ミサイルを運用する仕様となっている。これらの兵装は、タイゲイ型と同時に運用されている前級の、そう、竜型、前々級の親潮型と同様なものであり、専守防衛を旨とする海上自衛隊の潜水艦として、日本の周辺の主要な海峡で待ち伏せ攻撃を行うことを基としている。タイゲイ型の収益によって、従来よりも、作戦行動半径が大幅に拡張されたと見る向きの一部には、従来の待ち伏せに止まらず、積極的な移動を行うようになると指摘する声もあるが、通常動力型潜水艦の速度では難しいと個人的には思える。原子力推進型の他国の攻撃型潜水艦の水中における移動速度は、おおむね30ノット前後と水上戦闘艦と同等以上の高速を発揮することが可能であるため、移動しながらの攻撃も考えられるが、20ノット前後ではそれは期待できないだろう。こうした通常動力型の攻撃型潜水艦の能力的な限界を考慮して、原子力推進型の攻撃型潜水艦の取得へと、大きく、装備品の調達方針を変更することを決断したのが、2021年以降のオーストラリアだと言って過言ではないだろう。オーストラリアは、2021年9月に、電撃的に、アメリカとイギリスとの間で、新たな軍事的な枠組みであるオーカスを締結したことを発表し、それまでの自国海軍における潜水艦の調達計画を180度転換させることを打ち出した。それまでのオーストラリア海軍は、1996年から2003年にかけての7年間をかけ、スウェーデンのメステルイエトランド級をベースに大型化させたコリンズ級という、通常動力型の攻撃型潜水艦を6隻調達し、運用を行っていた。コリンズ級は、水上排水量が3051トン、水中排水量が3353トン、全長が 77.8 メートル、全幅が 7.8 メートルという船体を持ち、主兵装も、6533mm 魚雷発射艦と海上自衛隊で言えば、現在のサイコさんの親潮型に、ほど近いサイズ感の潜水艦である。オーストラリア海軍は、このコリンズ級6隻の代替を検討し、2016年春には、フランスが提案した同国が開発中である原子力推進を採用した攻撃型潜水艦のシュフラン級、これを通常動力型に変更することを選択した。フランスが開発中のシュフラン級は、水上排水量が4765トン、水中排水量が5300トン、全長が 99.0 メートル。全幅が 8.8 メートルとされているが、原子力推進型の攻撃型潜水艦としては、アメリカやイギリスのものと比較すれば、そこまで大型とは言えない。これを、オーストラリア向けに通常動力型に換装したものは、アタック級と名付けられ、兵装面では、533mm 魚雷発射艦を8門を装備し、アメリカ製の MK48 超魚雷やハープーン追艦ミサイルを、合計で28発搭載する仕様となっていた。オーストラリア海軍では、このアタック級を、合計で12隻調達する予定で計画を推進していたが、前述した2021年9月に、アメリカとイギリスと、新たな軍事的な枠組み、オーカスを締結したことで、その全てを白紙撤回することを決めた。オーストラリアが、フランスとのアタック級の建造計画を白紙撤回した理由は、様々なものが挙げられているが、本国のフランスでも建造計画が遅延気味であったシュフラン級、その通常動力型への換装に疑義が生じたことは想像に難くない。こうしたアタック級の物理的な建造の遅延、原子力推進型を通常動力型に換装するという困難さに加えて、オーストラリアが
方針を大きく転換した理由は、南シナ海を自国の支配下に組み込もうとする中国の脅威が現実味を帯びたためとも言われている。海上自衛隊の対ゲイ型潜水艦の3番艦、ジンゲイが就役予定で、現在、最終調整中の情報をキャッチしました。今回は、最新鋭のリチウムイオン電池搭載ジンゲイ、潜水艦就役を詳しく見ていきます。兵装面では、新型の人は、知識長魚雷やアメリカ製のハープーン巡航ミサイルを、装備も、早海底の神のようですね。長距離兵器の運用能力などが向上マジでヤバいかもしれません。来月の2024年3月、海上自衛隊には、最新型の対ゲイ型潜水艦の3番艦にあたるジンゲイの就役が予定されており、現在のジンゲイは、就役に向けた最終的な調整が行われている段階にあるとめされている。対ゲイ型潜水艦の3番艦として、就役を間近に控えたジンゲイは、三菱重工業者の神戸造船所で建造が進められた艦艇であり、一昨年の2022年10月に、進水と命名を終えた後、最終偽装や隠しテストが実施されてきた。すでに、海上自衛隊では、この最新鋭の対ゲイ型が、1番艦対ゲイは、三菱重工業者の神戸工場が、2022年3月、2番艦の枠ゲイは、川崎重工業者の神戸造船所が、2023年3月に就役を果たしており、満を持しての3隻目の就役となる。昨年2023年3月に、対ゲイ型の2番艦である枠ゲイが戦列に加わった時点で、海上自衛隊に実戦配備された潜水艦隊22隻の内訳は、前々級の親潮型8隻、前級の総流型12隻、対ゲイ型2隻となっていた。よって、今回対ゲイ型の3番艦、ジンゲイが、このまま、来月の2024年3月に、計画通りの就役を果たせば、これが、親潮型7隻、総流型12隻、対ゲイ型3隻という構成に移行するものと考えられている。これら実戦配備された22隻の潜水艦隊の他に、海上自衛隊では、サイコさんの親潮型の2隻を練習潜水艦として運用しており、今回、ジンゲイが就役することで、親潮型の1隻が、同様の変更を受ける可能性が高い。今回のジンゲイは、およそ700億円の予算を投じて建造されたが、これは、1番艦で、ネームシップの対ゲイがおよそ800億円、2番艦の枠ゲイがおよそ720億円であったことと比較すれば、量産の効果で、多少の減額が達成されたものとなっている。対ゲイ型は、今回のジンゲイも含め、基準排水量が3000トン、全長が 84.0 メートル、全幅が 9.1 メートルと前級の、そう、流型とほど同様な規模感であり、同艦をベースにした改良型であることを物語っている。そう、流型の最終の2隻と同じく、対ゲイ型は、機関構成として、ディーゼル機関を、主として、リチウムイオンバッテリーと発電機を組み合わせたディーゼルエレクトリック方式であり、通常動力型としては、世界最大クラスの規模を誇る。ただし、今回の3番艦のジンゲイは、それまでの1番艦タイゲイと、2番艦ワクゲイと同じく、重機であるディーゼル機関も、川崎重工業社製の 12V2525SB を2機搭載する形式だが、以後の4番艦ライゲイからは、これも完走される予定である。本来、
防衛省海上自衛隊サイドでは、大義型の建造に合わせて、このディーゼル機関の刷新も視野に入れていたのだが、開発が間に合わず、3番艦のジンゲイまでは、前級の、そう、竜型と同様の川崎重工業社製の 12V25-25SB の搭載で建造された。大芸型の4番艦である、内芸も、すでに、昨年2023年10月には、浸水と命名を終えており、同艦から、新型の川崎重工業社製の 12V25-31 へと重きが変更されるため、新型のシュノーケル発電システムに対応し、さらなる能力向上が期待されている。この新型のシュノーケル発電システムは、従来の鉛製バッテリーからリチウムイオンバッテリーに変更される点を最大限に活かすために計画されていたもので、短時間での充電とその際に、シュノーケルを海上に出した状態での敵からの探知を抑えることに主眼を置いて開発された。いかに、通常同型の潜水艦が、潜航時の航行音が蓄電池を用いたモーター駆動で原子力推進艦に比しても静粛性が高いとはいえ、やはり、給排気と充電のために、シュノーケルを海面に出す静止度航行時には敵に探知される可能性が飛躍的に高まる。この状態を少しでも回避するために、大芸型潜水艦の建造にあたって準備されてきたものが、新型のシュノーケル発電システムであり、今回の3番艦、ジンゲイには間に合わなかったが、以後の4番艦、ジンゲイからは、念願の実装が見込まれている状態である。この新型のシュノーケル発電システムを実装できていない点は、ジンゲイでは惜しくはあるが、そう、竜型の最終の2隻と同じリチウムイオンバッテリーの搭載艦とはいえ、その設計は、それを、あらかじめ前提としたものという、相違がある。このことは、そう、竜型の最終2艦以降、大芸型では、未搭載となったスターリング機関が出力に比して、非常に大きな装置であったことから、その廃止を果たせたことで、元より制限の多かった潜水艦内の環境にとっては、貴重なスペースをもたらす作用はあった。これによって、大芸型では、海上自衛隊の艦艇として最後まで実現されていなかった女性自衛艦用の乗組に必要なスペースを確保することにつながり、専用のシャワー設備や、仕切りのある居住区間を設けることに成功している。そのため、多大芸型では、6名の女性自衛官が、乗組員として、搭乗可能なスペースの確保が図られ、世界的に進む各種のジェンダーフリーに対応すると同時に、少子高齢化で、乗組員の確保に頭を悩ましてきた海上自衛隊にも、若干の選択肢の増加をも、鳴らしたと言えそうだ。さて、ジンゲイの兵装面であるが、前々級の大矢潮型、前級の、総流型と同様に、同艦の大芸型でも、その主兵装の数と配置は踏襲されており、艦首部に、533mm 魚雷発射艦を6門備える仕様からは変更はない。この6門の 533mm 魚雷発射艦からは、2022年から導入が行われた対艦攻撃用の新型の18式超魚雷や、対艦及び限定的な対地攻撃能力を有するアメリカ製のハープーン巡航ミサイルのブロックに UGM-84Lを運用することが可能となっている。新型の18式超魚雷は、従来の89式魚雷の一部を流用する形で、いわば、その改良型として開発された兵器で、およそ94億円を投じて開発され、敵のデコイに対する対応力や、水深が比較的に浅い海域での使用も前提とされている。これは、現在、日本が喫緊の課題としている、対中国海軍の艦艇への対処力の向上を念頭に置いていることを表していると思われ、比較的に水深の浅い東シナ海などの南西諸島方面においての作戦行動を想定したものだろう。また、前述したアメリカ製のハープーン巡航ミサイルのブロックに UGM-84Lも89式魚雷と同様に 533mm 魚雷発射艦から運用可能で、その最大射程距離はおよそ 250km 弱とされているが、これは、
昨今の対艦ミサイルの性能としては不十分になりつつある。こうした点から、日本では現行のイージス護衛艦から運用すべく、アメリカからのトマホーク巡航ミサイルのブロック4および5の調達を打ち出しているが、これらはいずれも最大射程距離で 1600km ほどと言われている。日本のトマホーク巡航ミサイルの調達に関しては、かつての敵地攻撃能力、昨今はこれを反撃能力と言い換えた対地攻撃能力の獲得のみが大きく取り上げられているが、同時にこれが対艦攻撃用の長距離兵器となる点も忘れてはならないだろう。さて、ジンゲイのネーミングだが、旧大日本帝国海軍から合わせれば、今回で3隻目という由緒のあるもので、初代は、新クジラの名で、明治時代の1881年に竣工した外輪船のお召し艦として、国威の発揚を図る意図を持って、様々な巡航行事に使用された。続く2代目は、新クジラ型潜水母艦の一番艦、新クジラとして1923年に竣工。太平洋戦争では開始時には第7潜水戦隊機関であったが、旧式化が否めず、練習艦となるも、終盤には艦艇不足から輸送任務に就いたが、1944年10月にアメリカ軍機の爆撃を受け、沖縄の瀬底島で撃沈されている。2022年2月に始まったロシア・ウクライナ戦争も今年で3年目に突入する気配が濃厚で、また北朝鮮はその一方の当事者であるロシアへの弾薬等の援助と引き換えに食料や燃料、軍事技術の移転を受けると言われている。そうした状況を反映してか、昨今の北朝鮮は何かと韓国を敵対視する方向へと回帰する姿勢を見せ、また中国は相変わらず2024年年初の台湾総統選挙で、民進党の頼之清則氏が勝利を収めたことで、軍事的な恫喝を強化することが想定されている。こうしたアジアの情勢を俯瞰して見てみると、日本を取り巻くこれらロシア、北朝鮮、中国らの国々が、従来以上に、軍事力を背景とした強硬姿勢を加速させることは必然と見られ、日本の安全保障には、新たな対応が求められる。現在の日本の岸田政権は、安全保障の強化の財源として、増税の姿勢を示していることもあり、政治的には、不人気で、支持率も、下降の一途をたどっているが、財源を置いておくとすれば、防衛予算の拡充には取り組みを強化している。自民党と公明党の連立路線を続ける現岸田政権は、まず、2022年末には、国家安全保障戦略、国家防衛戦略、防衛力整備計画の、いわゆる安保関連の3文書を、名称を含めて改定して閣議決定、防衛力の増強へと舵を切った。2023年度から2027年度の直近5年間における日本の防衛予算案は、合計で総額43兆円となることが打ち出されており、海上保安庁の予算まで包括するとはいえ、対 GDP 比で、その額は、2% という規模への到達が予定されている。そうした自国を取り巻く安全保障環境の悪化を見越して、防衛予算案の増額に踏み出した日本だが、その使途内容で大きな比重を置かれているのは、スタンドオフミサイルと称する長距離打撃兵器の拡充である。日本政府が言うスタンドオフミサイルとは、敵の防空兵器の射程圏外から攻撃を観光可能な長距離打撃兵器のことを総称したもので、かつては、政治的には敵基地攻撃能力と呼ばれ、自衛隊が保有することを忌避された兵器でもある。しかし、昨今の各種のミサイル兵器の長射程化の現実を受け、日本政府では、この敵基地攻撃能力を、反撃能力と政治的なレトリックで言い換えることで、その保有の後ろ盾とした、とも言うことができるだろう。こうした政治的な流れに基づき、日本の自衛隊におけるスタンドオフミサイルの具体例としては、アメリカから調達するトマホーク巡航ミサイルや、国産の人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型、島嶼防衛用の高速滑空弾等が挙げられている。トマホーク巡航ミサイルは、今更説明は不要と思われるほど、世界的に見ても、著名で、実績は豊富な巡航ミサイルであり、アメリカ海軍の水上戦闘艦及び、
一部の攻撃型原子力潜水艦の主要兵装として進化を続けている兵装である。日本政府は当初アメリカからこのトマホーク巡航ミサイルの最新のバージョンであるブロック5の調達を目指していたとされるが、早期の導入を促進するため、一つ前の形式であるブロック4と半数ずつ各200発ほどを導入する方向だと報じられている。そしてこのトマホーク巡航ミサイルは国産の人に意識地対艦誘導弾の能力向上型の完全配備までの空白を埋める役割を担うものと期待されており、陸上自衛隊が配備中のオリジナルの人に、意識地対艦誘導弾は、射程距離を飛躍的に延伸させる。人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型は、オリジナルが、最大でも射程距離 200km 弱であることに比して、第一段階でおよそ 900km、最終段階では、およそ 1500km までの延伸を目標に掲げている。さらに、現行のオリジナルの人に、意識地対艦誘導弾が、陸上の装輪式の車両から運用される自発型のみであることに対し、艦艇に搭載する艦発型や、航空機に搭載する空発型と発射可能なキャリアを多層化し、陸海空の3自衛隊のすべてで運用を目指している。トマホーク巡航ミサイルにせよ、人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型にせよ、ミサイル本体の飛翔速度は音速であり、昨今、複数の国で実用化が進む極超音速兵器に比して、その効果を、微部化し、むっこいも一部では聞かれる。しかし、低空を、地形を追従して飛翔する巡航ミサイルは、ある程度の数を同時に使用することで、敵の防空網を突破できる可能性は高く、現在のロシア・ウクライナ戦争の現実を見ても、こうした兵装の迎撃が困難であることは明白となっている。日本では、当初は、こうしたトマホーク巡航ミサイルや人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型の配備を、2026年からの開始を想定していたが、昨今の、主として、中国側の軍事力の強化に鑑み、1年間の前倒しを行う方向を示している。では、トマホーク巡航ミサイルにせよ、人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型にせよ、いかなる発射部隊が想定されているのかといえば、まずは、すでに、海上自衛隊の多くの水上戦闘艦に装備されている VLS、垂直発射艦が対象になるだろう。海上自衛隊の保有する水上戦闘艦としては、現在8隻を有するイージス護衛艦が、その筆頭に数えられると思われるが、アメリカ製の MK41VLS 垂直発射艦を、これらの艦艇は90から96セルほどすでに装備しており、比較的軽微な改修で運用が可能となる。だが、こうしたイージス護衛艦のような水上戦闘艦に止まらず、日本では、潜水艦で、これらのスタンドオフミサイルの搭載を検討しており、その兵装としての運用方法の多層化を図るものと考えられている。現在の日本の海上自衛隊の潜水艦隊は22隻体制が敷かれているが、ご存知のように、いずれも、実戦配備中の親潮型8隻、双流型12隻、太平型2隻は通常動力型の攻撃型潜水艦であり、その主兵装は、艦首部の6門の 533mm 魚雷発射艦となっている。トマホーク巡航ミサイルは、かつては、533mm 魚雷発射艦から、運用可能なバージョンも存在し、イギリス海軍のアスチュート級攻撃型原子力潜水艦はこれを搭載しているが、すでに生産を終えており、調達は現時点ではできない。そのため、日本では、初めて、VLS 垂直発射艦を装備する潜水艦を実証実験艦として建造する計画を進めている最中ではあるが、これが、いかなるスペックを持つ潜水艦となるのかを含め、詳細は、未だはっきりとはしていない。海上自衛隊の最新鋭の潜水艦である、太平型の場合、基準排水量は3000トン、満載排水量は4200トン以上であると目されてはいるが、通常動力型の攻撃型潜水艦としては、世界的に見ても最大規模とはいえ、VLS 垂直発射艦の搭載には小さすぎる艦は否めない。
ただし、現時点で日本が行おうとしているのが、あくまで、初の潜水艦搭載用の VLS 垂直発射管装置の開発であり、そのコールドローンチを含めた機能面の実証ということであれば、今の大きさで確かめる可能性もあるだろう。世界的に見ると、通常動力型の攻撃型潜水艦で、VLS 垂直発射管を装備している実用艦は、韓国の島山安正弘9尉しか見当たらず、こちらは、初期型のバッチ1と呼ばれるもので、水中排水量で、3800トンの艦隊に、6セルの VLS 垂直発射管を搭載している。韓国の島山安正弘9は、以後のバッチ2以降では、さらに艦隊を大型化させ、VLS 垂直発射管の搭載数を10セルまで拡張する予定であると報じられており、そこに搭載する兵装も国産の玄武 -2B 弾道弾であると言われている。玄武 -2B 弾道弾の射程距離は、最大で 500km ほどと予想されており、SLBM とはいえ、トマホーク巡航ミサイルや人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型よりも短射程ではあるが、韓国の最大の仮想敵国が隣接する北朝鮮であることを思えば十分な性能なのだろう。尖閣諸島をめぐる日本と中国の緊張も高まっており、中国海警局の船舶が常態化した形で侵入、海上自衛隊も航空機から監視境界乗り出したとの情報をキャッチしました。今回は尖閣警護強化で海上保安庁が海強に負けてはならないわけを詳しく見ていきます。日本は実効支配で強化するべきとの声が多くあります。増税メガネは意外に動き出すかもしれない。2024年に入ってから早くも1ヶ月が経過。2022年2月から続くロシア・ウクライナ戦争、2023年10月から開始されたイスラエル軍によるパレスチナ・ガザ地区を中心とする武装組織ハマスとの戦闘など、国際的な緊張状態が続いている。ガザ地区におけるイスラエル軍の軍事行動は、イスラム武装組織ハマスの殲滅を目指す掃討戦の様相を呈しているが、中東全体の不安定化に飛び火し、アメリカやイギリスがイスラム武装組織の拠点を空爆するなど、拡大の兆しを見せている。かたや、ロシア・ウクライナ戦争では、ロシア軍が東部を中心に、じわじわと、しかし、確実に支配地域の拡大を進めており、ウクライナ側にとっては、なんとか防衛線を構築して侵食を防ぐしかないという、劣勢な状況に追い込まれた感が拭えない。こうした世界的な紛争の激化の陰に隠れる形ではあるが、日本と中国との間では、尖閣諸島をめぐる調整が一段と緊迫化しており、いかにして、中国側のこれ以上の浸透を食い止めるのかという問題に直面している。この2024年2月8日には、尖閣諸島の沖合の排他的経済水域において、中国海警備局所属の船舶が近年の通例とも言える4隻1セットで航行していることが、警備に当たっている海上保安庁の第11管区海所保安本部の報告で判明した。このような尖閣諸島周辺海域における中国海警局の船舶の侵入は、もはや常態化されてしまっているが、昨年2023年は、こうした中国側の公船の出没は、過去最多の352日を記録、ほぼ毎日のように行われていることが浮き彫りとなった。こうした中国海警局の船舶の行動は、昨年2023年11月末に、
同国トップの習近平主席が尖閣諸島の所在する東シナ海を管轄エリアとする同局司令部を訪問、直接的に対応強化の指示を与えたことが大きいとめされている。ここでは尖閣諸島を中国の領有だと対外的に示すための方策として中国海警局の船舶を恒常的に周辺海域へ派遣すること、周辺海域で漁業を行う日本の漁船に対する排除行動を強化することが打ち出されたことが確認されている。日本側としては、尖閣諸島は自国の固有の領土であるという立場を崩してはいないが、中国側はなし崩し的にその領有を既成事実化する行いを強化しているといえ、中国海警局の船舶を用いた実力行使を推進しているといえよう。こうした尖閣諸島周辺海域における中国政府の政治的な意向を反映した中国海警局の船舶の行動は、2012年に日本政府が同諸島の一部を国有化して以後年々激しさを増しているが、さらにエスカレートする事態も発生している。それは今年2024年に入って以後、中国海警局の船舶が尖閣諸島周辺の日本の領空内を飛行する海上自衛隊の航空機への対処も開始したという事実であり、自国領への領空侵犯の防止のため無線通信による警告を発し始めたというものだ。これまでは尖閣諸島周辺海域内の日本の領空について中国海軍の一部の艦艇が海上自衛隊の航空機に向けて同様の警告を発した事例はあったが、中国海警局の船舶がこうした行動を起こしたのは今年が初めてのことである。こうした中国海警局の船舶からの無線を通じた海上自衛隊の航空機への警告は、明らかに従来以上に尖閣諸島の領有化を既成事実化しようと中国政府が企図していることの表れであり、対応のレベルを引き上げたと解釈すべき事態である。日本政府としては、こうした中国側、中国海警局の船舶の行動を決して容認できないとの姿勢を示し、その意図を外交を通して抗議として申し入れは行ったものの、公的に対外的な発表などは未だ自粛している形である。中国政府側のこうした行動は、南シナ海におけるスプラトリー諸島などにおいても、台湾、ベトナム、フィリピン、マレーシア、ブルネー島の周辺国との間で繰り返されてきた手法と酷似していると見るべきだろう。中国政府は、急激に発展を遂げた経済力と、それに裏打ちされた軍事力を背景に、実に、南シナ海の8割もの海域やそこに点在する島々や干渉を、自国領だと一方的に主張しており、その支配の確立を着々と進めている。こうした中国側の一方的な主張に対抗するべく、フィリピンは、オランダのハーグにある常設仲裁裁判所に訴えを起こし、2016年7月には、同所から、中国側の主張には、国際法上の法的根拠はなく、国際法違反だとの見解が示された。しかし、中国政府側は、こうした常設仲裁裁判所の下した裁決について、何ら拘束力を伴わない無効なものであると一方的に宣言し、従って中国はその内容を受け入れず認めずとする声明を発して実効支配を粛々と進めている。この例からも明らかなように、現在の国際法は何ら強制力を伴うものではなく、いわば紳士協定にも近しいものであり、大国が自身の考えを曲げるような結果となることは非常に残念ながら期待できないものとなっている。そうした現実があるからこそ、アメリカ海軍は南シナ海においても航行の自由作戦と呼ぶ自軍艦艇の通行を不定期に実施して中国側の動きを牽制しており、中国の領有既成事実化を妨害する行動を見せている。第二次世界大戦後に今の国際連合が設置され、その建前上は武力行使による現状変更は許されないとする意見が存在はするものの、その賛同者は多くの場合、いわゆる西側に近い国々に限定され、強制力は持ち合わせていない。もっと言うならば、2003年にアメリカやイギリスを中心として行われたイラク戦争においても、国連決議としては、その実施を容認してはおらず、ロシアや中国等の国々にとって、
自国の在り方を正当化する言い訳にすら使用されている感が強い。残念ながら、このイラク戦争におけるアメリカ・イギリスの行動は、確かに開戦理由とされた大量破壊兵器の保有を、イラクが実際には行っていなかったことからも、戦後は、多くの西側の人々からも、誤情報に基づく誤った行動だったと考えられている。この自責が、今の中国やロシアの在り方について、アメリカをはじめとする西側諸国にも、大きな誤謬があり、彼らに、自国の主張を正当化させる一因となっていることは、非常に由々しき事態だと認識しておく必要があるだろう。翻って尖閣諸島をめぐる日本と中国との間の対立についてであるが、最前線で対峙する前者の海上保安庁と後者の中国海警局とでは、すでに保有する船舶数で、日本は半数以下と劣勢で、残念ながら、その差は今後も拡大すると思われる。また、中国海警局の船舶が中国海軍の艦艇の譲渡を受けて、実に 76mm もの口径の主砲をそのまま搭載する船舶すらあることに比して、海上保安庁の船舶は最大でも 30mm から 40mm の機関砲の搭載に止まり、単純な火力での対抗はもはや期待できない。そもそも太平洋戦争後に韓国に実効支配されてしまった竹島や、ロシアに同様に占拠された北方四島の例を引くまでもなく、一度他国に武力占拠されてしまえば、今の日本に、それを実力で奪還する行動を起こすことは困難だろう。したがって、尖閣諸島についても中国側に実効支配させないように、事前の対処をしておくしか方策はなく、一時的に中国側を刺激するかもしれないが、公的機関が常駐する設備を設けておく必要があるのではないかと個人的には感じてしまう。尖閣諸島の問題は、勝手の日本が田中政権時代に中国側の談笑兵との間で棚上げをしてきた政治問題の付けがここに来て浮上した形だが、今一度政治の明確な対応が求められる段階に来たと言うべきなのだろう。2021年4月2日、尖閣諸島周辺の日本領海に、中国海警局所属の2隻の公船が侵入し、約26時間経過した翌3日に、やっと同海域を出て行ったという事案がありました。中国艦船は、長時間にわたって、日本の領海侵犯を行い続けていたというわけです。この2隻の中国海警局公船は、尖閣諸島周辺海域で操業していた日本漁船に接近しようとする動きを見せていたようです。そのため、海上保安庁艦艇が監視を続け、中国側に何度も退去警告を行っていたそうです。3月29日、中国海警局公船2隻が、尖閣諸島周辺海域へ領海侵犯を行っています。この時も2隻の日本漁船に接近する素振りを見せたため、海上保安庁艦艇が阻止しているのです。尖閣諸島周辺の日本領海内への中国海警局の公船の侵入行為が頻発しています。理由としては、尖閣諸島は自国の領土だと、一方的に主張する中国が、既成事実化を狙った行動という見方が大勢を占めています。特に、2021年2月より、中国海警局法が改定施行されたことが大きいと思われます。その内容は、中国側が必要と判断した場合、武器使用の基準が引き下げられたということで、実力行使を後押ししようというかのようで、油断できません。また、ここにから3年の間、中国国内法によって増えている状況があります。それは、尖閣諸島周辺海域に進出してくる中国公船が、水上、及び対空レーダーを切ったまま航行して侵入し、同海域到着時にオンにするという運用を行っているというのです。こうした動きは、
自衛隊やアメリカ軍等に対し、中国側艦艇が尖閣諸島海域へ出入りする動きを把握させない目的があると考えられます。つまり、より悪意のある行動と見さされています。水上、および対空レーダーを稼働させずに、中国艦艇が航行するということは、尖閣諸島周辺海域で、日本漁船などの他の艦艇と衝突する危険性が高まることを意味しているはずです。それに加えて、中国側の一部の艦艇は、日本の艦艇用の民生用レーダーを搭載しているので、わざとこれを稼働させることによって、自分たちが中国公船であることを隠そうとする意図があると考えられているのです。とはいえ、個人的には、このようなアナログな手法で、自衛隊やアメリカ軍のレーダー網から逃れようというのは、相当無理があるようにも思えますし、そういった企みをしていることをわざと見せつけることが狙いのようにも見受けられます。また、尖閣諸島海域での活動とは別に、中国海軍の航空母艦遼寧を中核とする艦隊が、4月3日、沖縄と宮古島の間の海域を抜けて、太平洋に進出しており、総数は6隻に及んだということです。この遼寧は、中国海軍の練習用空母という位置づけですが、今回は、日本領海や接続水域への侵犯は、ありませんでした。ちなみに、この艦艇が同じルートで航行したのは、ちょうど1年前の2020年4月だったことを覚えている方もいらっしゃるでしょう。2020年は、アメリカ海軍の原子力航空母艦で、乗組員に、新型コロナウイルスの罹患者が発生し、隔離することになりました。不測の事態で一時的とはいえ、太平洋地域で活動可能なアメリカの空母は、一隻もないという異常事態が発生したのです。そのため、いつもは、アメリカの空母打撃群を警戒している中国海軍が、鬼の犬間とばかり、自国の遼寧を、これ、見よが、死に、太平洋方面に展開させ、当時も大きく報道されたというわけでした。最近の中国は、一時中断と伝えられていた、新型航空母艦の建造を再開しています。新型は、この、遼寧や続く3頭と異なり、電磁式カタパルトを装備した、固定翼機運用型になると見られています。さらにその後に続く艦艇では、技術的な困難が伝えられていた、原子力推進型の実用化も進めている模様で、中国が目標としている、航空母艦6隻体制の構築を確実に進めてきていることが、確認されているのです。こうした中国海軍の増強に対し、2021年4月8日には、アメリカの上院の外交委員会が、戦略的競争法と訳される法案を示し、軍備拡張を続ける中国への新しい対処方法を打ち出したものになりました。この戦略的競争法は、アメリカ上院の超党派から提示されたものです。日本や韓国との同盟を基軸として、安全保障のみならず、経済的な協力関係を堅持することが述べられており、注目を集めています。その中には、日本にとって、心強い文言があったようです。中国の脅威にさらされている、尖閣諸島について、日米安全保障条約に定められた第5条の適用対象であることが、明文化されているのです。これは、極めて重要な意味を持つ内容と言えましょう。2021年1月に誕生したバイデン新政権は、対中国強硬派だった前トランプ政権時代よりも、中国寄りの政策を採用するのではと見られていましたが、今回の動きは、若干の安堵感を覚えるものだったようです。しかし、こうしたアメリカの動きを見逃す、中国ではありません。中国政府は、
この戦略的競争法に強硬に反対する姿勢を早々と表明しています。この法は中国のウイグル問題にも踏み込んでいるので、主権侵害と激しく主張しているのです。尖閣諸島に関しては日本の主権侵害ですけどね。南シナ海の領有権も一向に譲歩する姿勢は感じられない中国は、2021年は尖閣諸島に対する圧力をさらに強めてくることは間違いないと思われます。日本の領土である尖閣諸島沖海域で中国海警局の動きが活発化している。中国の艦艇は交代時にレーダーをオフにしており、日本政府の対応に疑問が呈されている。中国海警局の公船が尖閣諸島周辺海域に侵入し、日本漁船に接近する動きが頻繁に起こっている。中国は尖閣諸島を自国の領土と主張し、既成事実化を図っているとみられている。中国海警局の公船は、侵入時にレーダーをオフにし、衝突の危険性を高めていると考えられている。中国海軍も航空母艦を展開し、増強を進めている。これに対し、アメリカは中国に対する新たな対処方法を打ち出している。日米安保条約により、尖閣諸島が適用対象とされており、日本にとって重要な意味を持つ。中国はアメリカの動きに反対し、南シナ海の領有権問題でも圧力を強めてくる見込み。防衛装備庁が将来の電子戦に向けて、実はスタンドオフ電子戦機の開発を2023年8月から開始していた。今回は固定翼の C2 輸送機をベースに開発する次世代電子戦機を詳しく見ていきましょう。敵の通信を妨害し、レーダー施設を無効にすることで航空任務を支える電子戦機が岐阜基地への配備が計画されています。輸出の計画もあるものの、公明党からは強い反対の声が上がっています。2023年8月から防衛装備庁では将来の電子戦において有効的なスタンドオフ電子戦機というものの開発に着手していた。このスタンドオフ電子戦機とは妨害対象の脅威の対処可能とされる地域の圏外から強力な電波を発信することによる敵電波の妨害、かつレーダー施設などを無力化することによって、自衛隊の航空作戦の遂行を有利にする航空機のことである。現在の航空自衛隊では、電子戦訓練用として、中型輸送機 BC-1 やターボプロップの YS-11EA といった輸送機をベースにした電子戦機を運用している。これらの電子戦機の機体には、突出したアンテナフェアリングが複数個装着されていて、BC-1 の場合は、機種にも装着されている姿から、ファンの間では、カモノハシ君と呼ばれているようだ。現時点で、電子戦機は、埼玉県の入間基地を拠点として運用されているが、訓練用でさえも、その任務の秘匿性が極めて高く、装備や任務に関しては、一切公表されていません。そもそも、電子戦機とは、
現代の電子戦を重視して設計、装備された航空機のことを指し、その開発には、高度な電子情報技術の集積が必要となるため、先進国の中でも一部しか保有していない状況だ。それらの国の中でも、やはり、アメリカが、その開発と配備において非常に充実しており、その理由としては、軍事用電子機器の大半がアメリカ製であることが挙げられていて、自国の軍事的優位を世界的に維持するためである。現在の電子戦における、電子攻撃 EA、ECM、電子防護 EP、ECCM、電子戦支援 ES、ESM の3領域のうち、電子防護は、レーダー基地などにおけるソフトウェア的な対策がメインとなっている。それがゆえに、ハードウェアとしての電子戦機は、電子攻撃あるいは電子戦支援を目的として装備されることが多く、電子攻撃を重視する機体に関しては、電子対抗手段、ECM を主とする電子妨害機と、対電波放射源兵器、ARW を主とする敵防空網制圧機、SEAD が存在する。電子戦支援を重視する機体を、通称、電子偵察機と呼ばれるが、作戦指揮官のための電子戦支援だけでなく、情報活動の分野に属する通称、再次元とされる通信、電磁波、信号など、主として傍受を利用した情報活動にも運用されている。その他にも、味方のレーダーへ、意図的に妨害をかけて、訓練時の電子戦環境を演出する、電子戦訓練機も存在していて、これらの機体を自衛隊が運用しているようだ。また、電子戦機は、航空自衛隊と同様に、輸送機などの大型機を改造したものが大半であるが、戦闘機の行動に随伴できるエスコートジャマーと呼ばれる電子戦機もある。2022年2月24日から開始されたロシアによるウクライナ侵略戦争においても、対ドローン対策などで電子戦が重要視されている中、近年においては、専任の電子戦機以外の航空機にも、必要最小限の電子戦用機器が搭載されることが多くなった。その中でも、特に、敵の弾道ミサイル発射などを早期に察知する早期警戒管制機 AWACS などは、強力な電子戦能力を備えており、その他にも、日本でいうところの P3C や P1 などの対戦哨戒機にも、電子戦支援が重要視されている。実は、それ以外の戦闘機にも、自衛用のレーダー警報受信機 RWR が代替搭載されており、ミサイル攻撃から自己防衛するための ECM 装備である電波妨害装置などにおいても、内蔵型や外装型など様々な機種となって運用されている。この度、防衛省が計画しているのは、航空自衛隊で現有している C2 輸送機をベースとした電子戦機であり、そのための開発費として、2023年度予算において83億円が計上されていた。当初のイメージ図を見返すと、機首に大きなアンテナフェアリングが取り付けられていて、EC1 と同じく、カモノハシのようなくちばしを持つ航空機で、この C2 輸送機改良型の電子戦機に搭載される各種装置は、すでに、2020年から開発が始まっており、今後は、それらの実装試験が加速化していくでしょう。今のところ、防衛省では、C2 輸送機改良型のスタンドオフ電子戦機を4機調達する予定で、それらを配備、運用する岐阜基地に、新たな専門飛行隊を編成するものとみられている。スタンドオフ電子戦機の母体となる C2 輸送機は、防衛装備庁と川崎重工業が、C1 輸送機の後継機種として開発を進めた機体であり、2016年6月から運用が開始されていて、現在までに14機が配備されている。その初舷は、操縦士2名、ロードマスター1名の必須乗務員のほか、補助席に2から5名と貨物室に110名を搭乗させることが可能である。すでに入間基地へと配備されている C2 輸送機の試作2号機を改良した電波情報収集型 RC2 に関しては、現在運用されている4機の YS11EB 電子測定エリント機の後継機種として、開発が逐次進められているものであり、これらには、防衛装備庁が開発している最新型の将来電子測定機搭載システム ALR-X が採用されることになっている。スタンドオフ電子戦機に関する事業として達成すべき3つの目標が掲げられており、それが、
データリンク妨害技術の確立、マルチ電子戦プラットフォーム技術の確立、開発コストの低減である。これまでに防衛装備庁で進められていた技術研究、関連事業の戦術データリンク妨害用送受信技術の研究、戦闘機搭載型電子妨害装置、JAL95ECM 装置、次期機上電波測定装置などがあり、これらの成果が日本の防衛に大きく貢献されるものとみて間違いないでしょう。当然、これら電子戦機は国際的に見ても極めて秘匿性の高い装備品であり、防衛省が目指している性能を満たすことができる海外の先端的同等装備品が導入できるかどうかについても非常に困難であるとされており、それと同時に電磁波領域は近年のあらゆる戦場において戦略・戦術面で最も重要視されていることも鑑みて、防衛省では自前による開発を実施することが決定された。ただし、3つの目標のうちの開発コストの低減に関して言うと、その対策として、2014年の第2次安倍改造内閣による武器輸出三原則から防衛装備移転三原則へ移行したことによって、諸外国への売り込みと軍事経済成長が図られていた。2016年に、川崎重工業では、C2 の海外輸出を目指すプロジェクトとして、営業や設計に精通するエンジニアたち約20人で構成される大型機輸出プロジェクトチームを立ち上げて、諸外国政府の需要調査などを積極的に進めており、中東のアラブ首長国連邦、UAE や西側諸国のニュージーランドなど複数の国が関心を示しているものの、その価格の高さから輸出は難しいと言われている。その中でも、政府は UAE を重要かつ大きなパートナー輸出対象国とみて、同国空軍の要人を招いて試乗させるなどのほか、同国で開催された航空ショーに C2 を派遣するなど売り込みをかけていたものの、2023年1月に UAE 政府は韓国に対して総額300億ドル日本円で約4兆5000億円にも及ぶ投資を行うことを発表し、その中に韓国の次世代輸送機 MCX 開発計画が含まれていることが明示されていた。このことをきっかけにして、UAE が調達コストの高い C2 輸送機の導入を諦め、個人的には気がかりな韓国と MCX を共同開発することでコストを下げようとしているのではないかという見方が世間では広がっている。2023年12月中旬、アメリカ海兵隊の所属で山口県の岩国基地を駐基地としている F-35 ライトニング 2B 型の2機が、宮崎県の小湯郡新富町に所在する航空自衛隊のニュータバル航空基地で離着陸を実施したことが報じられていた。アメリカ海兵隊所属の F-35 ライトニング 2B 型といえば、第1回目の航空母艦化改修を終えた後の出雲型ヘリコプター搭載護衛艦への離着陸テストを実施したことでも知られており、同機の日本への導入に貢献を果たしている。ただし、こうした出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として運用するためのテストには、協力を仰ぐために、アメリカ軍に12億円以上の費用が技術的な支援費用として投じられており、予算化されている。そのため、今回のニュータバル航空基地へのアメリカ海兵隊所属の F-35 ライトニング 2B 型の離着陸に関しても、単なる日米での同期運用に際しての連携というだけでなく、契約としての対価を伴う行為であることは想像に難くない。そうした中で、日本の防衛省は、南西諸島方面の防衛力の強化の一環として、沖縄県のうるま市に、訓練場の整備を進めることの現地説明会を実施し、ここでも、その説明用の資料の中で、F-35 ライトニング 2B 型についての記述が確認された。その資料によれば、今年2024年度から、実機の配備が開始される航空自衛隊用の F-35 ライトニング 2B 型について、前述の宮崎県の小湯郡新富町のニュータバル航空基地に、同機の飛行隊を新規に配備する計画が記述されていた。日本の航空自衛隊では、2024年2月の現時点で、この短距離離陸、垂直着陸が可能な F-35
35ライトニング 2B 型を合計で42機、通常の滑走路で運用される空軍型の同 A 型を105機の総合計で147機の調達を計画している。日本を含むアメリカの軍事同盟締結国、並びに友好国が物理的に入手可能ないわゆる第5世代戦闘機は、これらロッキード・マーチン社製の F-35 ライトニング2に限定されるため、採用国は増加の一途をたどっている。そんな状況下、今回の防衛省の資料によれば、航空自衛隊が調達する F-35 ライトニング 2B 型は、宮崎県の固有郡新富町のニュータバル航空基地に2個飛行隊を新設して駐機させる計画であると記述されている状況だ。現時点での故障としては、宮崎県の固有郡新富町のニュータバル航空基地に配備される F-35 ライトニング 2B 型の飛行隊は、仮の名称として、臨時 F-35B 飛行隊とされているが、新設される2個飛行隊に42機全機を組み込む模様である。いよいよ、今年2024年度から、宮崎県の固有郡新富町のニュータバル航空基地に配備される予定の F-35 ライトニング 2B 型だが、防衛予算上では、2020年度分から計上が行われており、すでに、今年で5年目を迎える計算である。まず、航空自衛隊のこれまでの F-35 ライトニング 2B 型の取得予算の計上は、初年の2020年度が、6機を793億円、1機平均約132億円、2021年度が、2機を259億円、1機平均約130億円、2022年度が、4機を510億円、1機平均約127億円となっていた。同様に続く2023年度が、これまでで、最大の8機を、1435億円、1機約180億円、そして今年度の2024年度分が、7機で、1256億円、1機平均約180億円となっており、この5年分の累計で、27機が、4253億円、1機平均157億円で計上されている。さすがに F-35 ライトニング 2B 型は、同機のシリーズの中でも、短距離離陸、垂直着陸が可能という特殊な機構を備えることから、調達単価も高額で、通常の滑走路で運用される空軍型の A 型に比しても2割以上は高価だと感じられる。そうした特異な特徴を備えた F-35 ライトニング 2B 型だけに、導入国は本国のアメリカと日本以外には、現時点ではイギリス、イタリア、シンガポールといったごく少数の国々に限定されており、韓国が続く可能性がある程度であろう。日本では前述したように、この F-35 ライトニング 2B 型は、出雲型ヘリコプター搭載護衛艦に航空母艦化改装を施して艦載機として運用する計画であるが、シンガポールを除けば、すべての国が、そうした運用を行っている。アメリカであれば、海軍が保有する教習揚陸艦の艦載機の一部として運用されており、現時点では、ワスプ級7隻、アメリカ級2隻の合計9隻の同艦の艦載機として、同様の用途の全モデルとも言うべく、機 AV-8B ハリアー2との併用が、今しばらく継続される予定だ。アメリカ軍でも、これらワスプ級やアメリカ級の強襲揚陸艦そのものは、海軍が保有、運用を行っており、艦載機である F-35 ライトニング 2B 型は海兵隊の所属であり、以前より、この2組織による共同運用が行われている。イギリスの場合、F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とするのは、2隻が就役しているクイーン・エリザベス級航空母艦であり、こちらもまた、艦艇は海軍が、艦載機は空軍が運用するという体制を敷いている状況である。イタリアでは、軽空母であるカブールが、F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として運用しているが、こちらは、現時点では、世界で、唯一、艦艇、航空機ともに、海軍の所属で運用されており、今後は、2024年に、就役の強襲揚陸艦のトリエステでも運用される可能性がある。F-35 ライトニング 2B 型の採用国で、最も異例な存在といえるのがシンガポールであり、
もともとは、現行の F-16CD を代替する目的で、2019年に A 型の調達が計画されていたが、翌2020年には、これを B 型に変更することとなった。シンガポールは、航空母艦や強襲揚陸艦等は保有、運用していないが、狭小な国土ゆえに短距離離陸、垂直着陸が可能な F-35 ライトニング 2B 型を陸上から運用することで、航空戦力の柔軟な展開を目指す狙いがあると見されている。このシンガポールにおける F-35 ライトニング 2B の運用のコンセプトは、同様に国土が狭小であり、さらに、周囲を、敵国やイスラム武装組織に囲まれたイスラエルでも検討されているとされ、今後実施される可能性もありそうだ。イスラエルは、2023年10月以降、パレスチナのガザ地区におけるイスラム武装勢力のハマスの殲滅に乗り出しているが、今回のようなそれらの武装組織からのロケット弾頭による攻撃を見るに、F-35 ライトニング 2B 型の調達が現実味を帯びるかもしれない。キレでなくとも、イスラエルは、今回の事態に遭遇し、A 型の自国専用バージョンである F-35I を実戦投入しており、言い方は悪いが、アメリカからしてみれば、その実力と効果を試す格好の機会と捉えている感も拭えない。さて、日本の航空自衛隊の F-35 ライトニング 2B 型の運用の件に話を戻せば、配属先となる宮崎県の固有郡新富町のニュータバル航空基地は、出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の2番艦加賀の母港である広島の呉へのアクセスにも優れた立地だろう。また現在進行形で開発が進む鹿児島県の馬毛島とも四国の間にあるといえ、南西諸島方面の防衛の強化に向けては非常に適切な配備先と言えるのではないかと個人的には考えている。日本国内の一部からは今後航空自衛隊への F-35 ライトニング 2B 型の配備が今年2024年度から開始されるにあたって、いずれは航空母艦化改修を終えた出雲型を運用する海上自衛隊に所属が移管される可能性を指摘する声も聞かれる。しかし、これまでにも紹介してきたように、イタリアの例を除けば、本国のアメリカ、イギリスともに、艦艇と航空機は、軍内部の別組織の所属で実施されており、日本も、同様の手法を取ることに、大きな問題が生じるとは考えにくいだろう。